ポストオフィスリーミテッドはイギリスにおける郵便局のリテール部門を担う会社であり全国的な郵便局網のネットワークを通して切手の取り扱いや銀行機能など様々な商品を一般の人々に提供している。同社はイギリス政府のビジネスエネルギー産業戦略省がポスタルサービシズホールディングカンパニーを通して所有している。現在のポストオフィスの 各支店はロイヤルメールの配送事業とともに、かつては中央郵便局の一部であり、後にはポストオフィスコーポレーションの一部となっていた。1986年、ポストオフィスカウンターズ・リミテッドがポストオフィスコーポレーションの完全な子会社として設立された。2001年にポストオフィスコーポレーションがロイヤルメールグループと解消された際に、ポストオフィスカウンターズ・リミテッドは、 ポストオフィスリミテッドとなった。その後、ポストオフィスリミテッドは赤字を出しており、2006年には1億200万ポンドに達すると報じられた。メディアではこの事態を捉え、ポストオフィスリミテッドの効率的運営への能力を疑問視する声が上がった。平基地の郵便局を維持するためとして出されていた年間1億5000万ポンドの補助金の削減が提案され、 これによって2500局の郵便局が閉鎖されるという見通しになった。この提案は郵便事業を失う各地のコミュニティから猛反発を受けた。郵便局の業務を兼務するハウンズローの WH スミスの店舗。政府は2007年にロイヤルメールグループへ17億ポンドの補助金を与え、グループは2011年には黒字転換を果たした。この補助金はロイヤルメール ポストオフィスリミテッド、パーセルホースのネットワーク全体に投資された。直営の王冠郵便局85局が閉鎖され、そのうち70局が WH スミスに売却された。これに先立ち、WH スミスの店舗内にポストオフィスの窓口を設ける試みが6箇所で行われた。これによって WH スミスは、 年間250万ポンド相当の収入増が見込まれた。2008年から2009年にかけて2500局ほどの小規模局が整理された。この過剰人員の整理には公費が支出され、小規模局の局長たちには、おおむね20ヶ月分長の給料に相当するおよそ6万5000ポンドが支払われた。2010年11月、政府は、 2015年までに13億4000万ポンドを支出して、ポストオフィスリミテッドのネットワーク近代化を可能にすると発表した。2011年に郵便事業法により、ポストオフィスリミテッドは2012年4月1日にロイヤルメールグループから独立すると定められた。業者の間では10年間の業務提携が締結され、郵便局は引き続き切手や、 ロイヤルメールの手紙や小包みを扱うこととなった。同法には、ポストオフィス・リミテッドが将来において相互組織へ移行することも選択肢として盛り込まれていた。2013年2月8日、ポストオフィス・リミテッドは新たに70局ほどの王冠郵便局を店舗に移す計画を発表した。これによって、 王冠郵便局のネットワークはさらに縮小して300局ほどとなり、収入は4000万ポンドほどの減少が見込まれるとされた。2013年11月27日、政府は2015年から2018年にかけて、さらに6億4000万ポンドを投じ、ポストオフィスリミテッドにネットワークの近代化を完成させると発表した。一部の人市地域では、バンを改装した。 移動郵便局が巡回している。窓口では、イギリスの銀行20行の顧客にビジネスバンキングの銀行業務を提供している。イギリスの郵便局のうち以下の7局は一般利用者に公開されていない。ありがとうございます。